やばいやばい、ちょっと前通ったら始まっちゃって。あんたらはレスラーの直樹と前頭3枚目の浜の海か。今ねちょっとうろんしてた時、この間のケルベロスカップの味に見事だったぜ直樹。ドラゴンカートです。だがな、俺たち相当の爆弾にもいじってもんがある。負けっぱなしじゃいられねえ。よし、もう一回出会わせ願うでごわす。リベンジマッチってわけか。別にいいけど、何回やっても同じなんじゃねえの。俺らも日々進化してんだ。次に勝つのは俺たちよ。へ、そこまで言うなら上等だ。相手するぜ。せいぜい不発弾にならねえように楽しませてくれよ。言ってくれるじゃねえか。もうレースはできるのかい。やってやっかじゃん。もうしょうがねえな。もう久しぶり。やり方忘れちゃったよ。もうでも前通っちゃってさ、種とか買おうと思ってさ、うろうろしてたらもう、なんかぐちゃぐちゃしてるとこだね。もうすっかりやり方忘れたぞ。もうまあこれをじゃあグレードアップできるの。じゃあ全部やっとくか。もできるとこお金あるからね。くそ、お金貯めてんのにもうこんなとこで使うとは、ね、はい。いやちょっと絶対負けちゃうぞこんなの。だってやり方忘れたもん。まずやるよじゃあ。はいはい、待てよ、アクセルがなんだかと思う。すっかり忘れたぞ。まあちょっと一回鳴らし運転って感じでやって。今だよ。あれ、ああ街を走るやつか。はい、あれ操作方法出てこないの。操作頼む。あ、来た。あ、ブレーキ危ね。L にブレーキだったよ。はいはい、うん、まあ、なんとかなるだろう。行くぜ。よし、全然10秒ぐらい差が。いやーこれだってどうにかなるかな。くそ、ああ、この間の方が早かった。その通りだと思う。うん。ちょっと調子。こちら真剣なんで壊すって。うん。アップグレードしたんですけど、こっちでも。一応。お話にならないよ、これじゃあ。もうやるしかねえか、じゃあ。ちょっと、はい。サブストーリー始まっちゃったからな、もう。うん、はい。バッチリだ。うん、バッチリじゃないんですけどね。コースをまずね、覚えなきゃいけないんですけど。カートセッティングで。これもこれ以上できないんでしょ、でも。アップグレード。できないのか。またこれで同じやってても、でも同じことの繰り返しだと思うんだけどな。これでやってみ、加速性能、耐久力。耐久力なんか別にいらないんだよね。やっぱこれだよね。バランスがいいから。行くか、もう。なんとかするしかないな。はい。ちょっとブレーキも使っていくか、今度は。ジャンプ使わないで。ブレーキ。うん。はい。ぶっちぎってやるぜ。このコースが難しいんだよなぁ、これ。結構、やっぱり、性能はあるみたいだよ、これは。先よりはマシだな。うわ、来てる。後ろ見る余裕がない、後ろ見る余裕がない。こっちか。うわよき、お、いたなんかプスプスいってる。よし、今のうち。よし、いけるかもしんない。いけるかも。ここ乗って、で、ここ。よし、ここで。よし。悪くないぞ。悪くない。今のところ悪くない。よし。いいぞ。あれ抜かされた？いつも行こう。
え、あー、ここ苦手なとこ、あー、嘘ー、あー、こっちだ、こっちだって、結局負けた。さっきよりは、でもさっきよりタイム落ちてるような気がするけどね。いかに敵を邪魔してってことですよね。もうタイム云々よりも、もうそれしかないな、もう成り上がる道はもう。なんと雷で当てたりしたのにな、ダメだったか。3回目、3度目の正直でなんとか、これで。もうお金ってどうにかできるレベルじゃない、ないですからね。もうグレードアップはもう、これ以上できないですし。なんか前走ってるとろくなことにならなそうだから。うん、最後まくる感じで。なるほど、ここは減速ね、うん、でもどこだったかっていうの直前にならないとね、思い出せないんだ。うわうわうわ、くっ、今度乗ろう、で取ろう、うん、まあ2ぐらいがいいんだ、うん、よし、ファイナル、ファイナル来たぞ。これか、これがでアイテム変えるんだな。よしよし、このままいける、このままいけるよ、行こう。これブーストかな、これ。よし、まあ悪くない。よし、取った、よしよしよし、あー、やばい、あれはどうなんだろう。うわ、撃ってきやがった、撃ってきやがった、やばいやばいぞ、後ろを見る余裕は全くない。うわ、いけるか、いけるか、ここに乗れば、乗って、よし、減速して、どうだ、よっしゃよっしゃ、よし、あ、だいぶ縮めたね、3分切ったんでね、よし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 。なんかわかんないけど、あのマスクマン沈んでくれたから助かったな、うん、よし、よかった。じゃあ俺の勝ちだ。なんとわしらの攻撃を、この間はビギナーズラックかとも思ってたが、やっぱ実力だったわけか、やるじゃねえか。また稽古の仕様なし、し直しで壊す。もうあんたのことをルーキーなんて言わねえ、これからライバルとしてよろしく頼むぜ。おう、次も負けねえからな、意外といいやつだもんね。リベンジマッチを申し込むほどあいつらも本気ってことだな。俺もうかうか知らんねえな、誰だあれ、あ、誰あれ。あ、いたデータはバッチリ取らせてもらった、すぐる。こっちもまたデータ派。レースの日を楽しみにしてるよ、春日一番さん。大きいモンドみたいに来たよ。こっちもデータ派？経営もそうだったけどさ、サブストーリー1個クリアできた。はい。これクリアしたところで、でもね、会社経営には何の影響もないからね。むしろお金なくなって、また武器強化から遠のいたという。違うんだよ、俺種が欲しかったりしたんですけど。ユリの花束、あ、ユリの花束もうここで買っちゃうって手もあるね。種からなんかそんなまどろっこしいことしないでね。もう種からね、作るんだったらもう、ここでもう、花買っちゃえば早くないかなっていうね。そんな夢も何もないことに言ってね。金持ちの発想みたいな感じで。まあいいや、買おう。はい。ありがとうございました。現在のね、まあ当面の目標がですね、ロマン製作所で、早くあの、施設ランクをアップさせて、いい武器を手に入れたいと思ってるんですけど、今現在81万しかないんで、そのためにはちょっとお金を貯めなきゃいけない。お金を貯めるには会社経営がいいっていう風にして前回も言ったんですけど、会社経営を進めるためにはいい人材が必要。いい人材を必要とするためにはサブストーリーをたくさんクリアしないといけないということで、サブストーリーをクリアしたいんですけど、現在ね、発生してるサブストーリーがですね、1個しかないんですよね、なぜか。あ、これ。これがね、あのなんか、なんかルンバみたいなのが出てきて、開発費用が100万円必要だって言われて、高すぎるって、割と結構あの、序盤でこのミッションにぶつかっちゃったんで、ずっと避けてきたんですけども、
もうちょっと貯めれば100万になるんで、早く100万貯めて、まずあそこのミッションをまずやっちゃいたいと思います。そうすれば多分その博士的な人だったから、なんか会社経営に助っ人的な感じで来てくれるんじゃないかなという淡い期待を抱き、行きたいと思いますけども、はい。もし違ってたら、ただ100万をちょっとね、棒に振るだけになりますけど、ここで、はい。報告します。はい、来た、20万。はい。よし。お、100万超えたぞ。よし。たこ焼きの調達依頼。あれ?たこ焼きできるよね。持ってたもんね。よし。3万、来た。はい。20万の次3万なの?なんか順番が。はい。ジュースもできんじゃね?来た!よし。3万、はい。うん。あ、報告できるクエストがありますね。あと終わり?でもおかげで100万貯まったからいけるぞ、これで報告。報告っていうか、例のミッションいけるぞ。100万円、研究資金として援助してくださいよ、みたいなこと言われて、そんな金ねえよ、つってほっといたやつですね。はい。これか。ここだね。はい。あ、これ、この人。はい。この人。100万円あるぜ、今なら。おじゃこ、調子はどうかね。わしは相変わらずここで寄付を受け付けとるぞい。目標額まで残り95万なのじゃ。あ、そうか、5万だけ寄付しといたんだ。うん。ある分だけ。やってやるよ。はい。やるよ、残り。はい。全部やるよ。うん。はい。12万。まだあるね。これで合計投資額は100万。ついに開発費が集まったのじゃ。やったのじゃ。多分この人がね、来てくれんじゃないかな、会社に。そんな感じがするよ。うん、まさか博士に100万も投資しちまうとはな。全部モジャコのおかげなのじゃ。本当にありがたいのじゃ。早速、研究室に戻って開発に取り掛かるぞい。大型掃除の活躍、楽しみにしてるぜ。ソージーっていうね、ルンバみたいなやつ。かたじけないのじゃ。開発が終わり次第、メールするからの。それじゃ、楽しみにしとってくれ。おう。あんまり、あ、なんだ、来た。新型ソージー完成なのじゃ。モジャコーの出資をかけて新型ソージーが完成したといい。モジャコーに一番乗り。カムロ、あ、陣内駅前で待ってるぞ。うん、駅前ね、はい。うん、完成したのか。気が向いたら行ってみるか。新型掃除を見に行けね。はい。あ、こだ。いて。この人。はい。あ、違うの?この人じゃねえのこれ。あ、隣か。どこだ?俺?どこだ?掃除の人。あ。あ、来た。これ。でかっ。こいつが新型掃除か。そのまんまでかくなった感じだね。ルンバが。その通り、出来たてほやほやの新型掃除なのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前は、お掃除丸じゃ。お掃除丸、そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけでかけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事。道幅必要だね、こんだけでかい。今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今は時間はあるかね。お掃除丸の機能テストか。よくわかんねえが長くなるかもな。長くなんの?いいぜにしよう。そうか、うん、では早速テスト運転を始めるぞ、うん、お掃除丸テストモードカモーン。お待たせしました、起きた博士テストモード。起きた博士をいらねえぜ。しゃべったこんなの序の口じゃぞ。ちょっと見とれよ、お掃除丸。私の今日の運勢を占っておくれ。いらねえ、そんな機能。一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。具体的だな。あ、まあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。
羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。はい、どうぞ。なんでマリか。温まりますよ。すげえ、お掃除丸、なんでもできるじゃねえか。そうじゃろ、いろんな機能を森に盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。掃除機に必要な機能なのか。すごいじゃろ、すごいじゃろ、すごいけど。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみると。そこだよ、大事なのね。お掃除丸、掃除の本当のそれが大事なんだから。クリーンアップ開始します。なんだか石、センサー起動完了。お掃除丸吸います。うわ、なんか吸ったぞ。こんなでかいもんが吸える。危ないような気がするけど、ね、子供とかね。お掃除丸、ありがとうございます、頑張ります。お掃除丸の手にかかれば、祭りやハロウィン、サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たら、ポイ捨てもしにくくなるかもな。そうじゃろう。では最後に、絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の、外で走らせるのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので、問題ないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい、お掃除丸ハイパワーモード。吸い込まれるってなんじゃない、なんかカモーン。お掃除丸ハイパワーモード、ベンチとか吸い込まれちゃうんじゃない、そこに。ん、音するが動かねえじゃねえか。おかしいな。不調の時はちょっとこの辺を。え、セリ、おそ掃除マルルハイパワーモードモードドド開始。あれ、暴走しちゃってんじゃねえの、もしかして。どうしちまったんだよ。あれ、変な音楽も流れてんぞ。大変だ、お掃除マルが暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れる全然合ってない。まあ確かに安らぐ感じの曲だな。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが、蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布、あ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ、乱暴反対なのじゃ。さんさあきどどどどどうう対象物発見。今ついに行きます。やばい、博士が。わ、おい、掃除丸、わしじゃ、すーな。もじゃっこ、緊急停止ボタンを。今ついに行きます。この泥棒猫、その魚返しな。やんぞー、ばあちゃん。危ねえ、危ねえ、危ねえ。今ついに行きます。なんかホラー映画みたいになってるぞこれ。ついに行きます。何する、地獄絵図だ。今ついに行きます。今なんか人間を吸い込むみたいな、なんかね、ホラー映画でありそうですね、このね、殺人ロボットみたいな。無理やり止めるしかねえ。戦うのかい。そういうことね。ほら、上がってこいよ。もじゃこ、早くわしら落としてくれ。あ、でも生きてんだね、中でね、うん、さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。そりゃどこにあんだい。お掃除丸の底にある蓋を開けて、暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すと、つっかい棒が出てくるので、そこを。アホか、緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんだよ。なんで裏側なんだよ。もう力ずくで壊しちまうが、いいな。わしの可愛いお掃除丸が。しかしこうなったら仕方ないのじゃ。だがもじゃこ、
むやみにボディを殴るでないぞ。アタッチメント部分を攻めるのじゃ。え？アタッチメント？どこだ？なんだそれ？お掃除丸のボディは米軍も採用してる特注カーボン製じゃ。まともにやっても歯が立った。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめて葬ってやってほしいのじゃ。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。わ、うん、かったぜ。頑張ります。削れた。これか。はい、くれこいつでどうだ。お、来た来た。後ろの方の蓋が開いたぞ。これか。いいぞボジャコ、チャンスなのじゃ。そこから地蔵部のバッテリーを叩けるぞ、うん、バッテリーね。なあ、わかった。よし、大回転、やばいぞ。うっ、大丈夫だね。このぐらいだったら大丈夫だね。これやっぱり一番強力だな。80使うときあって。おお、よし。え、なんだ、なんだ。お掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーモードじゃ。え、なんだそれ。モジャコ、気をつけろ。はいはい、ハイパワーモードのさらに上を行く隠しコードじゃ。そんなん、念のため裏コード搭載してたんじゃが、殴られすぎて勝手に実行されてしまったようじゃ。なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。なんかエヴァみたいになってるね。裏目に出てしまったのじゃ。ほらやるぜ。でももうちょっとだな。はい、さすたはビンタカイ、うん、あ、これそういえば覚えたんだ。カイ、おお、来た来た来た、一発だ。お、よかった、50万。100万使ったけど50万回収できたぞ。停止中、停止中。もじゃこ、ありがたや、助かってるじゃ。とんだ災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目に。半分ぐらいでいいよ。あ、おばちゃん。ふう、そいつはくれてやるよ。お互い大変だったね。実用化への道はまだまだじゃな。しかし、お掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた修正するのじゃ。自分が座れたってのに、随分立ち直りが早いな。手塩にかけた大切な子じゃからの。どっちかってとこデリバリーヘルプで出てきそうだな、このお掃除丸がね。立場になって物事を考えられるいい経験になったのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども、利益を出すにはまだまだかかりそうなのじゃ、うん、だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、モジャコにはお掃除丸をいつでも破格の値段でレンタルしてやるのじゃ。デリバリーヘルプだ。レンタル、宴会芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。あ、ホールディングの求人を募集しました。あ、いや、こっち来たんだ。博士だと思ったのにね。お掃除丸がまさかの。私は早速この人は研究があるからね。戻るのじゃ。モジャコ、感謝感謝なのじゃ。俺の方こそある意味貴重な体験ができたぜ。これからもお掃除丸を応援よろしく頼むのじゃ。アディオス。よいしょ。押してくの。よいしょ。作ったロボットに座れる時代は変わったもんだな。なんか忘れてるような。あ、俺の財布座れたまんまじゃねえか。待ってくれ。今水に行きます。なるほどね、そういうことだったのね。でも求人にってことでよかったな、うん、結果的になんかちょっと望んだもんではなかったんですけど、博士がね出てくると思ったんですけど、しかもね流れ的に絶対デリバリーヘルプだなと思ったらね。まあ良かったね。SR でしたね。レア度が。じゃあということで、
まあ、本日はいい時間なんでね、今日はこの辺で終了しておきます、うん、このぐらいなんですよね。それでね、あと何にもないんですよ、あとサブストーリーが落ちてないんで、お金使っちゃったからな。あとまた会社経営かな、あれどこなんだっけ、それで一番正解前のところの変わったからね、場所がね、確かこっちになってて、あ、ここだ、そうだな、この辺もちょっとね新しくなってちょっと見に行かないとね、はい、じゃあというわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。